回保護できたベアラーはあの二人か。あんた新入りか。またシドが拾ってきたみたいだな。子供に犬にベアラーに。シドは何でもお構いなしさ。こんなとこにもガタ。やれやれ困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんたちょうどよかった。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか。わかった。おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな、手が離せなかったんだ。大工仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうしてこまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ。木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな、頼んだぞ。ちょっといいか。修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロワ親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。そうしよう。手伝ってもらって助かるぜ。ありがとな。修繕用の木材ならそこにまとめておいたぜ。ジョフロワ親方に持って行ってやってくれ。これだな。さて、あの大工のところへ持って行こう。手短にな。シドと出かけんだろう。さっさと行きな。よかったな。修繕用の木材をもらってきてくれたかい。これでいいのか。ああ、問題ねえ。ありがとうよ。おかげで修繕がはかどるぜ。遺跡の中の生活なんて危険に思えるが。確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入りようだろう。これを持って行ってくれ。礼など。いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。おかげで修繕がはかどるぜ。ありがとうよ。あんたがカロンか。いくらか道具を融通してほしい。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ、新入り。クライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。
もう一人にするんじゃないよ。ああ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。さて、道具が入り用なんだろう。何が欲しいんだい。こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。何か用か。何を作る。じゃあな。Thank you.
はっ。